登米市にある県長沼ボート場でガソリンの保管方法が市の条例に違反する可能性があった問題で県は新たにガソリンの保管庫を作ることを明らかにしました県長沼ボート場ではボートや備品を保管する低庫でボートの燃料となるガソリンを保管していましたガソリンの保管方法について登米市の条例では40リットルを超える場合 保管庫の設置と届出がが、必要ですが県は対応ししていませんでした県によりますと昨日関係者による話し合いが行われおよそ350万円をかけ定庫の横に広さ3.7平方メートルの保管庫を作ることを申し合わせました県は昨年度の予算に保管庫の整備費を計上していましたが福島県沖地震の対応に追われ 県は設置する業者を決める入札を来月実施する考えです。